いや、びっくりしました。速稼塾の久保でございます。皆さん、髪の悩みありませんか？今日5月24日なんですけども、ちょっと写真を見ていただきたいんですよ。この写真ね、何の変哲もないある男性の、まあ50代前半のですね、ある男性の上から撮った図です。私もお見せしましょうね。あんま変わんないでしょ。じゃあこの方がね、4月30日にどんな頭のてっぺんだったのか、ちょっとご覧いただけますか。いいですか。3、2、1、ドン。これですよ。これちょっと2つ並べて比較してみましょうか。どうですか。いいですか。これすごいですよね。並べてみますよ。これとこれ一緒ですよ、ね、1ヶ月も経たないうちにこうなるわけですよ。まさに神様の技ですよね。神サプライズということで、あの神サプライズというね、まあ、頭皮のなんか治療か、まあ、育毛かっていうのがあるんですけども、機械がね、それを、まあ、受けに行って手術を、それでこれなんですよ。で、当然ですけども、通うってことは最初から効果があったから次に期待して行かれてるわけなんですよね。で、この方は片道2時間を通ってこの状態になってます。2時間かける意味ありますよね、うん、だからね、なんかこう髪の毛シューッとスプレーしてトントントンって叩くやつ昔からありますけども、なかなか効果が出なかったというふうなね、お気持ちの方もいると思うんですよ。でも今回のはそういう面倒くさいことしなくてもいいんですよ。ただ機械にコンと腰掛けてか寝てか分かりませんけども、ジュワーっとなんかね、光線浴びるかなんかみたいな感じだったと思うんですよ、うん、なんか光線なのかな、その辺はちょっと詳しい描写ありませんでしたけども、まあ、その施術を受けるとこういう風になっていくってことですね。だからこれ1週間に1遍とか1週間に2回とか、ああいう頻度で受けるともっといいんじゃないかなと思いますけども、まあなんせね、この効果ですよ、うん、神サプライズって機械でやるらしいんですけども、これが1台ね、買うとですよ、300万ぐらいかかるんですよ。300万かかった上に、まあ、送料もかかると思いますし、あとはね、設置する部屋がいるじゃないですか。そのお部屋どこにするみたいな、自宅の中になかなか置くとこないですよね、まあ、ですんでどっかのレンタルルームになるのかなと思うんですけども、まあ、そしたらレンタル代かかっちゃいましたね、うん、だから結構ね、これ個人で手に入れる方は近所の方とかにやっぱこう施術をしていただいてね、で利用料をいただくみたいな感じじゃないとなかなかペイできないと思いますけども、ただやっぱりね、髪の毛で悩まれてる方、300万とかどうか分かりませんけども、やっぱり10万20万なら払ってもいいかなっていうふうに考えると思うんですよ。切実ですからね。男性も女性も髪っていうのはやっぱりこの表情を作る大事なファクターですから、例えばね、婚活してる方とかいいんじゃないかなと思いますけどね。どうですかね。いやでもね、婚活するにしてもしないにしても、自分の見た目に自信が持てるっていうのはとってもね、いいことだと思いますんで、それがね、この機会で先ほどのね、図のようになるんだったら、私はね、試してみる価値があると思うんですよ、ね、もしね、お問い合わせいただけるようでしたら、あなたのお住まいのお近くのサロンを紹介しますんで、ぜひね、お問い合わせして試させてもらったらどうかなと思いますよ、うん、ね、それではね、今回もノクさん、動画の方送っていただきましてありがとうございました。じゃあね、動画の方の URL をノクさん自身のこの動画概要欄につけておきますので、この今回の体験者の実際の声を聞いてみてください。それでは失礼します。